ウィースエンドです。本日も FIFA 23の日本人縛り監督キャリア、日本人だけで欧州を席巻する企画、やっていきます。はい、本日はプレミアリーグのレスター戦やっていきます。レスターはね、リーグ4位の強豪なんで非常に楽しみな一戦です。まあでも試合行く前に、現在の日付が1月30日で移籍期間終了間近です。というわけでね、まずは選手の獲得やっていきます。はい、というわけでこちらがコメントいただいた選手や個人的にリストアップした選手です。はい、で今回ね2選手獲得しようと思っています。まずはジャガー行きます。浅野拓磨行きます。まあジャガーはね、冬にレンタル放出した前田大然のね代役になります。というわけで獲得の様子はダイジェストでお届けします。まさかの浅野拓磨交渉失敗です。なんか私舐めたオファー出したかな。はい、ちょっと気を取り直して2人目の交渉いきます。まあ2人目は、慎吾とかではなく、室谷聖もコメント来てました。こういうフェイスが非常に良いっすね。バーバーフェルナンデスとかではなく、まあ後期町田もいいっすよね。コメントいただいてましたけど、まあ彼はね、能力見た感じだいぶ強そうなんですよね。ペースが84とかあって結構強そうなんですけど、まあ今シーズンはね、まあ獲得しません。まあ来シーズンかな。まあバーバーアルハッサンとかではなく、ガク柴崎も違います。まあ柴崎はね、ワールドカップモードで使った時に結構塩だったんでね、あんまり使用感良くなかったんで、まあ彼の獲得は見送ります。まあバーバーはいいっすよね。イドリスバーバーいいんすけど、まあ今回はちょっとやめときます。カンや藤本もね、結構コメント来てました。まあ強そうなんですよね。シンプルに能力強いんすよ。レーティングも76あって、ただね、ちょっと私フジモンのこと知らないんすよね。ちょっとね、そこが引っかかってんすよね。能力非常に魅力的なんすけど、ちょっとフジモンのこと知らないっていうね。まあでもさすがになんか能力魅力的なんで、まあ来シーズンはね、ちょっと力借りるかもしんないですね。タクヒロもね、順調に成長してほしいよな、赤いね。で今回私獲得しようと思ったのが、原口ファインです。元気いっちゃいましょう。レーティングも普通に高いっすね。74と割とあって、まあ2列目と、まあボランチもいけんのかね。まあじゃあ獲得していきます。おい、元気いらっしゃい。2点ね。こういうフェイスはいいっすよ。おい、原口ファイン獲得成功しました。はい、まさかのジャガー獲得失敗したんで、オナユ ADO 獲得に動きます。オナユ ADO 獲得成功です。それじゃあレスター戦やっていきます。おい、まずはプレミアの順位表確認しておきます。我々日清ゲッパーズは現在6位です。対戦相手のレスターは現在5位です。まあ今日はね、 CL 出場権獲得にあたっては非常に重要な一戦となりそうです。まああとはね、我々現在5連勝中なんですよ。まあただね、対戦相手が若干弱かったみたいなね、見方もできるんで、まあ今日はね、我々が本物かどうか証明したいと思います。それでは試合いきます。はい、まずはスタメン発表です。キーパー鹿島、ディフェンスライン右から菅原、板倉、富安、伊藤、ダブルボランチに遠藤と森田、2列目右から堂安、鎌田、中島、ワントップ古橋です。はい、本日はゴリゴリの主力メンバーでいきます。先ほど獲得したファインと ADO もベンチ入りしてます。はい、レスターのスタメンこちらです。左サイドにアワール獲得してるみたいですね。それでは試合いきます。Watch now, live now, send out. おいしそと、レスターさん右サイドから来るよ。ちょっと突破許しかけたけど危ない。ここはナイス渡れ。いいよ。一回ここは、強豪に当てて、第一から立つ。いいんじゃない？もう一回第一。素晴らしい連携だ、ホッケーホッケー。いきなり本物の証明してくよ。これはもう、うますぎねえか、今の崩し。完璧なショートカウンター見せたよ。いや、素晴らしかった。ワタルのカットから完璧だもんね。いや、いいね、第一ナイス。おい、1-0。
ここ怖くないよ。ゆっくり回させよう。 OK。 ゆっきなりが取りきれねえか。アワール来た。確かアルジェリアかなんかに国籍変更したんだよな。やべえ、アップルナイスエージ止めて。いやマジか、こぼれが、こぼれどこ最悪だったな。いやちょっとアワールの豆知識披露からアルジェリアに確か国籍変更してたからね。いやどんまいこれは。いや確かな、レスターもなんか前回対戦もなんか激闘だった気がすんな。レスター普通になんか強えんだもん、メンバーが。おいちち、ちょっと翔也いっちゃう、ポジンギミスちゃう。いや一回強豪使おう。翔也にパス通る、いける、打てる。おマジか、ダイナミックシュートはキーパーに止められて、同安ゾーン、同安ゾーン来た。本物、これは本物っすわ。素晴らしいゴール来たよ。右45から左足ズドン。いやいいね、率同安、予想ゴール 0.15。 いや素晴らしい、気持ちいい。北島、おい日位、さあアワール来た、頼むよ。リッツもディフェンスしてもらって、ここ雪なりにスイッチ。OK、ナイスカット。素晴らしいよ。今の役割分担素敵だったもんね。このタイミングいいよ。ちょっとサイドに流れてもらいたい。いや、今日ちょっと真横に流れちゃった。最悪キープしたいよ、今。中地もいい感じに上がってたから。ちょっとヒロキも上がってきちゃってるから、ここは武尊釣り出されて、ブルーディの突破を許したくない。裏に来た。まずい。エイジ頼む。いやマジか、これはきつい。いや打ち合うな。まだ前半何分だよ、20分くらいじゃねえのまだ。いや2対2。いやここマディソンのボールのキープ仕方うまかったな。武尊がちょっと足出せなかったもんね。あいにに、まだ21分か、動くな。ここキープしながら翔也じゃん。第一ないサポートで、京吾に、いや、翔也、自分でいい。自分でいい。自分でいい。オッケーオッケー。素晴らしいよ。動きすぎじゃねえか。前半、まだ25分いってないし、多分。3対2、前半25分で、両軍合わせて5発も入んの。いや、ここ良かったね。まあ、京吾にシンプルに出したつもりだったけど、サイドに流した京吾に出したつもりだったけど、まあ、翔也もいい感じにいたんでね。さすがの決定力。左足がマジで、うめんだよな、翔也は。もうほぼ利き足左みたいな感じで私もプレイさせてもらってるもんね。まあ、それは言い過ぎ。3対2。さあ、レスターさん上がってきてる。アームストロングのパスをカットできなかった。ここはやばいよ。またちょっと失点の香りしたけど。危ない。OK、ナイス。ワタルのいいね。ワタルのディフェンスさすが。いや、強豪から、ここ第一経由からの、いいよ。リッツ入ってこいよ。パワーサイド。リッツ頭無理か。ユキなりどうする、競り勝って、秀政穂。いや、無理か。さすがにブロック、なんか来た。冷静にパス。左利きの翔也、OK。来た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 。まだ前半28分。いいよいいよいいよ。4対2。動きすぎじゃねえか、さすがに。さすがに動きすぎだろ、この試合。いや、ここパス出したのは、いいよ。いい視野だったろ。さすがにここでパス出せんのは。あ、ナイスです。いや、マジで左利きなんだよ、翔也が。ナイスシュート。あ、4対2。さ、秀政から右サイド率空いてた。いや、第一走ったけど使えず。いや、翔也空いてね。翔也、いや、マジか。オッサイだったかな、まあ。まあ、いいんじゃね、拾いたいよ。雪なり拾おう。オッケー。うん、リッツドリブルしていって、ここは左サイドのスペース。いいよ、リッツが流れてきて、アウトサイド。うん、無理か。さすがに無理か。さあ、第一、鎌田から、中地で、リッツが走ってきて、なんとかマイボール。いいよ、ヒロキ使う。どうしよう。
ちょっとサポートしわ。中地ナイス。大地。いや、オフサイどうだ。今日5。オフサイか。いや、マジか。どこがオフサイ？大地がオフサイだった。まあ、強豪へのパスは多分オフサイだった。ここですでに出てたか、どうも。レスターさん上がってきてるよ。右サイドのスペース使われて、ここはうまいな。ヒールパスがだいぶ滑らかだった。やばい、もう一個出されるぞ。ん、あぶね。アワールの入り込みからエイジが全然反応してなかった気するけど、誰かに当たった？いや、当たってないね。これはエイジの独特な見送り方。さあ、リツ・ドーアン、ここまで下がってきて、いいね、いいロングパス。どうしよう。秀政から強豪でリツ。いや、待って、そっちまで行っちゃう。まあ通ったからよくて、この狭いスペースはさすがに無理で、渡るキープからファールあったから、ファールもらいたいけど、アドバンテージが一瞬で消えたぞ。今無敵時間一瞬で消えて、いや、どうしよう。これ、翔也。切り返して、いや、マジか。さすがに勝て。前半終了でした。はい、前半のスタッツこちらです。まあ、我々の攻撃力本物っていうことは今んとこ証明できてるからね。後半、怒涛の失点は避けようぜ。はい、コンサート。レスターさん、左サイド上がってくるよ。ここはブルーディ経由して、アワールが中に入って、マジか。ここで、この体勢でサイドに展開してきた。まずいよ。右サイドから、クロス上げてくるのか。アーリークロスはこなそう。やばい。いい感じのとこ入ってきて、まさかのシュートで危ねえ。中切りを、中へのパスコース警戒しすぎて、シュートを許したけど、ここはエイジの男のセーブ。ちょっとセットプレーしっかり守りたい。ショートコーナーで簡単に侵入を許した。たぶんね、エイジ。反応してたのかよくわかんないけど、ナイスセーブ。とりあえずセットプレイ真剣に守りたいところ。ナイスクリア。アワール拾う。ちょっと怖いな、ここ。打ってきて、危ねえ。弾きどこがまた悪いけど、オッケーオッケー、ナイス。ちょっとこぼれ球詰められるのめっちゃ怖かったけど。まあまあ、これいいセーブか。なんならいい弾きどこか。こぼれ球拾おうとしてたやつの嗅覚を褒めたい。ここはマジか。中行かれて、エイジナイスキャッチ。わ、なんか蹴っちゃった。ようやく入ってた。やばい。ここ一回ちょっとレスターの時間だからな。ここゼロで守りきれたらマジでかいよ。打ってきて、危ねえ、危ねえ。ナイス。ナイスポスト。ここリツから。いや、ワッタルのサポートあったから使いたかったけど。ディフェンスのコースの切り方うまかった、今。裏使われる。オールブライトン。クロスよ。オッケー。ナイスクリア。ちょっと大事？オッケーオッケー。強豪が一回キープしたいよ。やべ、ちょっと拾われんな。レスターがなんかちょっと強めてきてる。明らかになんか前半の頭より強くなってんだけど。まずいよ。オールブライトン。オッケー。ナイス。大地から一回リツ使って、いや、大地使えねえから、勇気になりナイス。大地にパス通るか。いや、おっさいかな、これ。ないか？強豪。アウトサイドで、いや、マジか。外れるか。いや、今の、判断良かった気するけどな。竹内さんのなんか、独特の悔しがり方してなかったか、今。後ろでぼやけてた竹内さんが。いや、61分か。まだ選手交代しなくていいかな。ここは、弾きたい。OK。リツ・ドーアン、渡りにパス出そうよ。で、第一にやべ。OK。ナイス、秀政。リツ、ナイスポジショニングで。ここ、第一経由からのワンタッチ。うまい。うまい。マイナス。いや、マジか。翔也に飛んねえか。今の良かったね、ワンタッチパス。第一からの。ここは拾いたいよ。ここ拾えんだよね、こういうのが。強豪いいポジショニングで。中地に。なんだ？下げちゃった、すごい。まあいいか。これ大地に。大地に出して、ゆきなりおとりで、アウトサイドシュート無理。どうする？秀政じゃなくて、とりあえずリツから翔也じゃん？落ち着け、落ち着け。全然いいよ。
全然まあ2点差で勝ってるしね。リッツゾーン行こうか、オッケー。リッツゾーンすげえじゃん。こいつやべえぞ今日。リッツゾーン2発。今までリッツゾーンなんか決めたことあったっけ？リッツゾーンとか言ってるけど、全然我々のシリーズでこの右45からのミドル決めてるイメージあんまねえけどな。はい、選手会回せ。伊藤弘樹アウトで、両谷小川、あと森田秀アウトで、レオ旗手入ります。はい、5対2。いや、さすがに俺ら本物と言えるだろうな、この試合の結果、今んとこの結果見る限り。これオフサイだけど、マジか。今マディソンはセーフだったろ。マディソンはオフサイじゃなかった気するけど、まあ、ブルーディの関与取ったか。ラッシュフォードだったら関与取られない。さあ、リツ・堂安から第一鎌田。危ねえな、だいぶオープンになってきてる。低いボールを強固が頭、オッケー、決めるか。ちょっとなんかキーパーどうした？ウォードがなんか弱くねえか、今の止めらんねえのは。さすがに破壊力あんな我々。さすがにもう本物だな。止めてよくねえかこれは。いや、でもマジでチャンピオンズリーグ狙えるだろう、このペース維持してけば。あー、ナイスナイス、強豪。おい、男の3枚ぐらい、鎌田大地、あとで竹房、久保、あと、新加入2名入ります。翔也アウトで、元気原口、あと強豪アウトで、オーナユアウト行きます。ちょっと元気原口の適正ポジわかんねえな。なんか最近はなんかボランチみたいなイメージあるけど、ボランチというかなんか中盤みたいなイメージあるけど、なんか能力見る限り全然2列目って感じなんだよな。元気からアド行っちゃう、いきなり。いや、マジか。ここはブロック入るか。竹房にボールがいかない、どんまい。潰しときたいね。やべ、潰せない。潰しときたいね。やべ、潰せない。やばいやばい。マジ潰しときたい、ここ。裏行かれるよ。竹色頼むわ。ブルーディーから中入って、まさかのミドルでエイジ、ナイス。さすがに止めるよ、こんくらいは。さあ、レスターさん上がってきてます。やばい。ここ花道開けたな。追いつくか？ゆきなり追いつかねえ。いや、がっつりファールだったし。まあ安定の3失点っすよね。うん。ボール取り行けばあんぜ。まあ多分3失点なら少ない方っすわ。4は多分若干平均よりは多いと思うけど。3.5 くらいだから多分平均失点。3なら上出来。はい、6対3。さあ、右サイド、リツさん。竹房との連携見せたい。ADO にパスが来て、これは決めたよ、OK。ADO が早速デビュー戦ゴール決めていく。24番。ちょっと背番号いじってないっす。何番がいいっすか？オナユと元気原口の背番号。ちょっとコメントで募集します。いや、よかったね。竹房のパス絶妙だったね、これ。うん、素晴らしい。アウトサイドで決める判断もいいよ。おい、7対3。さあ、レスターさん上がってきてるよ。ちょっと喋んのがきつくなってきたわ。飯食った直後だから。やばい、大丈夫？危ない。クリアしたい。4失点目。いかれるよね。ちょっと飯は男のドリア。ドリアいただきました。男のドリアね。もう、やけどなんか、ベロのやけどなんか気にせず熱々の状態で食ってやったわ。いや、4失点目いかれるよね。まあでも7点取れんだもん、我々の攻撃陣は。4失点しても勝てんだよね。うん。私も大して守備上手くないし、まあキーパーもあんま強くないから、もうこのスタイルがベスト。はい、7対4。右サイド、リツさんから、竹房との連携。一回ドリブル見せていって、竹房の変幻自在のドリブル。かわしてく、ターンする。オナドリがひどくて、ひどいオナドリ。いやいやいや、とりあえずキープできてて、前向く前向く。竹房が？いや、マジか、さすがに無理か。ここプレッシャーいって、いやいやいや、まあ時間も使ったしね。ここ競り勝って、レオ旗手がキープできねえか。どんまい。オッケー、ここ竹色取れねえか。うん。まあまあまあ、いや、いい展開だね、これは。
まあ、最後5失点目プレゼントしてもいいんすけど、まあ、しっかりけじめつけて守りたいよね。うん、 OKOK、 ここで審判厳しいね。時間に試合終了4対7。おい、試合のスタッツこちらです。まあ我々の圧倒的な破壊力っすよね。上位チーム相手にも7点取れる攻撃力、これは本物でしょ。おい、選手の評価こちらです。まあ攻撃陣は大体良かったんじゃないですかね。アドもいいデビュー飾ってくれました。おい、プレミアの順位表こちらです。我々は6位キープです。もうチャンピオンズリーグ圏内も勝ち点6差とだいぶ縮まってきてます。おい、9位から16位こちらです。17位以降こちらです。おい、続いて今後の日程です。次回はプレミアリーグのフラム戦やっていきます。それでは本日はここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかぜひお願いいたします。それではありがとうございました。さよなら。